こもなんかすごいですね、景色が。何これ、やってくださいよ。あそこのこっから上に行くと比叡山なのかな。山を降りてきて、いつの間にかどこで入ったかわかんないんですけど、京都府入りました。いつの間にか京都だったようです。気づきませんでした。やって絞りもこれ、あそこにもそう、本店のこってりで麺型です。いただきます。ごちそうさまでした。やっぱり本店すごい並んでますね。もうプンさんの食べた感想を曰く、普段地元で食べている天一よりこってり度が強かったって言ってるんですけど、そうなんですかね。僕的にはいつもと同じレベルのこってり度、そう感じたんです。これから渡月橋を渡ります。結構混んでますね、うん、混んでる。すごい、もう嵐山だ。嵐山ガソリンなくなるそうなのでガソリン入れます。えい、ただいま国道9号線を西に向かって走ってます。だいぶ西まで来ましたが、もう少し西の方へ向かってみようと思います。今国道372号線を走ってます。大阪周辺の混雑のところを避けて姫路の方に多分抜けれると思うので、とりあえず姫路の方まで抜けてみたいと思っています。今天引峠を越えたので兵庫県に入りました。兵庫県篠山市、市のって字で篠山って読むみたいですよね。篠山市入りました。デカショー、デカ、デカショーじゃない、デカショー、なんとか街道って書いてあって、デカなんとか街道って書いてあったよ。デカション街道じゃないしあれデカ、デカション、あ、ぐい、こういうけど、わかんない。あ、映ってるね、きっと映ってるけど、まあ、問題もちょっとしかないな。あ、だから、まあ、かわいい。なんかこの辺は菜の花畑のなんかやってますね。菜の花祭り、なんか高橋さんがいるんだね。うちの駅にやってきました。やってきました。もう夕方なんですが、まだまだ車がボンボン入ってきますね。超人気の道の駅ですね、これ。ここの道の駅はやばいですね。最高です。わーい、てかこれ買う、いいね、カキフライバーガー買おう。はい、こちらの道の駅みつさんで購入した商品です。今日の夕ご飯です。おやすみなさい。おはようございます。今日はあいにく天気が曇り模様ですが、山登っていきたいと思います。でもとっても気持ちいいです、海が。今日の朝ごはんこんな感じです。道の駅みつさんお世話になりました。国道2号線を西へ西へと向かっています。このトンネルの中で岡山県入ったようです。あ、ここにあるわ。でも
岡山県備前市お邪魔します。和気駅に来ました。岡山県和気駅、さあ、区、よし、はい、駐車券をお持ちの方は駐車券をお取りください、はい、到着しました。今日は日曜ということでお客さんがすごい多いですね。和気駅から和気アルプス出発します。これから和気アルプス登っていきます。楽しみですね。和気富士登山道、ここから山になっていくみたいですね。ではここから登山開始ですね。和気富士目指してきます。よろしくお願いします。少し登ってきましたけど、はあ、景色が最高ですね。おはようございます。もう少しで和気富士山頂ですね。行きます。和気富士山頂到着しました。三角点ですね。タッチ 172.4m、 和気富士です。眺望はさっきの下のところの方がこの山頂よりはいいみたいですね。それでは和気富士にお別れして次の竜王山目指して歩いていきます。その前に和気富士お鉢みたいになってるのでプンさん今お鉢回りしてますね。和気富士のお鉢回りをプンさんしてます。そしてそのまま竜王山に向かいます。和気アルプス寺山到着です。ここが烏帽子岩らしいので先端の方行ってみます。すごいね、360度絶景です。観音さん和気文字焼き、あ、和文字焼き、和文字焼きか。こちらの山はとても歩きやすくて気分よく歩けます。何ですかね、こちら物資を運ぶレールですかね。何を運ぶんでしょうか。観音山到着しました。あちら先ほど登った和気富士です。手前に人がいるところが烏帽子岩ですね。こちらは観音山なんですけれども観音様いらっしゃったんですかね。次は烏帽子山というちっちゃいピークがあるようなのでそこを目指して登っています。和気アルプスはコンパクトなアルプスではありますが登りごたえがあって楽しいです。なんか烏帽子山通り過ぎて今岩山っていうピークに来てますね。烏帽子山通り過ぎました。この先は穂高山とか唐沢分岐に向かっていくようです。ここの山々は北アルプスにインスパイアされてる感じですかね。前の峰到着しました。イエーイ。岡山の山初めて登ってますが楽しいです。アイノダケツのアイノミネ、アイノミネ、アイノミネ到着しました。あそこの橋を渡ってきてちょうど正面に見えるのが和気富士、そしてここの稜線をパーッと歩いての穂高山。穂高山到着しました。なかなか楽しいルートですね。プンさん先行して歩いてきました。どなたかとすれ違ってますね。今
こちら向かってるんですけれども、あとであちらの竜王山登っていきます。自分の登る山々が見えるというのも楽しいですよね。唐沢峰到着しました。分岐となってるので、あちらこれから竜王山向かっていきたいと思います。ここから竜王山に向けて歩いていって、そしてまたここに戻ってくる予定です。今ちょうど見えてるあの稜線自体を歩いていく形です。プンさんもスタートしてますね。ちょっと正規ルートから外れたところにクライマー専用ルートみたいのがバットレスありますね。もうなかなか竜王山までの道のりは登りごたえありますね。竜王山ここだ。あれ窓だ。竜王山頂すぐです。まだだ。おじさん通り過ぎました。竜王山到着しました。イエーイ。ここまで無事登山できました。これからも怪我なく登山できますよう、よろしくお願いします。竜王山に関しては眺望はあまり期待できないので、鯉のぼりあります。じゃあ来た道戻ります。もう一回さっきの場所まで戻ります。来た道下ってますが結構滑るんで怖いですね。プンさんもゆっくり下ってます。こんな感じで歩いて、あそこがさっきにいたとこ、とりあえずあそこまで戻って向こうの一番あそこですかね、一番高いとこ、上のなんとか山、多分あの辺りだと思うんですけど、あそこまで行きたいと思います。唐沢の峰、ね、とりあえず戻ってきました。さあ先に進んでいきます。ここはキレットの底、登り返しファイト一発、きつい登りが待っていることが想定できますね。頑張るか。ジャンダルム、やだもん。ジャンダルム到着しました。イエーイ。奥の峰、奥の峰到着しました。上の上山に登る甲の上山なんだ。ずっと上の上って言うんです。甲の上山に登るところに来ました。帰りはこっちなんですが、先に甲の上山山頂を目指します。で、何でするか言ったら、それはお弁当自分で作っていくやろ、お弁当のお金にできるよ。ストックしておいたらチンして。埼玉から持ってきたヤオコーのベビースター、どでかい焼きそば。埼玉の味する。分からない。この上山からの眺望です。それとこんにゃく畑コーヒー。山頂は今混んでますが、やっぱり皆さん関西弁ですね。それでは山頂を下っていきたいと思います。先ほどの山頂分岐のところまで戻ってきました。足の水は方面から下山していきたいと思います。白岩様展望所、わしの巣ですね。ちょっと行ってみます。でも橋がアフになってんだから向こうに分け駅あるんじゃない。あとは気をつけて駅方面まで下っていく感じです。分け富士から始まって竜王山とかいろいろ登ってきましたが、いや楽しい分けアルプスでしたね。基本歩きやすい道が多いので、まあ、危険な箇所は、あまりほとんどないんじゃないですかね。なのでお子さんとか家族連れなど皆さん楽しめる山だなと思いますね。今日はちょっと曇りだったんですけども、気持ちよく登山できました。どうぞ。え、開け方が分かんないって。これはいや、これ木の棒を抜くんだよ。抜くのか。
なんかお腹空いたんで近くに有名なピザ屋さんがあるみたいなんで、やってたら買ってきたいと思います。でっかい石碑が、石碑っていうのかな、すごいですね。和気駅にあるベンチをお借りして、先ほど買ったマルゲリータいただきたいと思います。いただきます。美味しかったです。ピザキングさんありがとうございます。領収書のご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。もうちょっと西に進んでみようかと思うんで、少し西に行ってみようかと思います。心が折れた時点で引き返したいと思います。散歩後に西に向かってますが、疲れてるんで眠いですね。気をつけながら髪の毛もしやる、もしとっても眠いので、休みを取りながら進んでいきたいと思います。ハローズ、ハロー、ちょっと喉ちょっと疲れたんで、ちょっとここで買い物してからなんか飲み物でも買っていこうかと思います。よろしくお願いします。何がよろしくか。なんか急にファンタが飲みたくなったんで、ファンタの大きいの買っちゃいました。何年ぶりだろう。岡山城付近は通ってますが、なんかいつの間にか広島県に入ってました。福山市だそうです。広島県福山市にファンタオレンジの力でなんとか来れました。ただいま夕方の6時です。今は尾道近辺を国道2号線西へと向かっています。もうちょっと進みたいと思います。瀬戸内海を見ながら走っています。エブリィ三原店さんでちょっと買い物させていただきます。今日来たのは道の駅三原新明さんですかね。おはようございます。こちらの道の駅の裏は霧がかかってますが、すごい最高の景色ですね。これも道の駅でタコの白子ってあるんで、ちょっと興味あるんでこちら購入したいと思います。タコの白子、うん、うん、美味しい。お世話になりました。